今日のコメント。今日高校卒業しました。祝ってください。お、ご卒業おめでとうございます。新たな旅立ち、新生活応援します。どうもハルカットです。皆さん、ポケモンのゲームやってますか？どのゲームも面白いですよね。そこで今回はみんなが期待していたブラックホワイトリメイクは結局ないのかというゲームについて話していきたいと思います。てか関係ないけど、今年スマホ行きたかったのに結局行けませんでした。僕1週間前に行ってきたよ。え、スー君毎日編集してたのにいつの間に行ったの？というわけでよかったら最後まで聞いててください。ハルカット LINE マガジン始めました。この LINE では僕がどうやってチャンネル登録者数12万人、 TikTok フォロワー15万人を達成し、 YouTube 収益だけで生活できるようになったのかとか、誰でもたった6ヶ月でチャンネル登録者数1万人を達成して有名になる方法など配信していきます。ぜひ概要欄から LINE 登録してくれると嬉しいです。期待されていたポケモンゲームブラックホワイトリメイクは結局発売されないのか。ポケモンは1996年の2月27日に初めてのシリーズポケットモンスター赤緑が発売されて以降、定期的に新シリーズが発売されているんですが、毎年2月27日はポケモンデーという記念日が公式によって制定されています。で、そんなポケモンデーがつい最近やってきて、いつものようにポケモンプレゼンツが公式 YouTube にて公開されていたんですが、ここでみんなが期待していたブラックホワイトリメイクの情報はなく、まさかの新情報、ポケモンレジェンズ ZA が2025年に発売されることが明らかになりました。この新作は XY に出てきたミアリシティが舞台のゲームということで、そこ来たかと誰もが驚きましたよね。レジェンズアルセウスは僕は一番好きなポケモンゲームでもあるので、次の ZA も非常に楽しみなんですが ただ XR の舞台となるとブラックホワイトリメイクは結局来ないのかと疑問が出てきます。今までのポケモンゲームの発売順で言うと、間違いなく次はブラックホワイトリメイクで、楽しみにしている人も多く、あれだけ伏線と言われるような公式からの投稿やゲーム内でのブラックホワイト要素があったのにかかわらず発売されないんでしょうか。そこについて今回考えていくんですが、僕的にはまだブラックホワイトリメイクが発売される可能性はゼロではないのかなと思いました。そう思う理由としては、先ほど言ったように伏線がたくさんあることもそうなんですが、ブラックホワイトだけ飛ばすかという疑問もあります。まあ続編のブラック2ホワイト2が発売されて、2部構成のためボリュームがすごくてリメイクが難しい可能性もありますが、楽しみにしている人も多いので、いつかはあると思うんですよね。それで SNS で現在話題になっていたのが、ゲームのアルファベットに関することで、BW の間に XI、 そして今回発売された ZA というアルファベットがちょうどハマる、つまりポケモンレジェンズ ZA 自体がブラックホワイトリメイクの伏線になっているのではないか、もしくはレジェンズ ZA にブラックホワイトのリメイク要素が組み込まれているのではないかという意見もありました。これ確かにそうですよね。すごくないですか？偶然なのかなってちょっと疑っちゃうレベルではありますよね。もしかしたら2026年がポケモン30周年なので、それに合わせて新シリーズやリメイクの発売時期をずらしているという可能性もありますよね。ただ今年はそうなると何もないことになっちゃうので、やっぱりゼロの基本の続きはまだありそうだなと思います。みんなはこの件についてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでブラックホワイトリメイクは結局来ないのかという件についてでした。ちょっと申し訳ない努力、しこさんよろしくお願いします。ではズームへ、せーの、グッディー。